テリー、もう出発の時間よ。遅れてごめんよ、バシ。大丈夫よ、でも急いでちょうだいね。さあ、荷物を頼むよ。俺がやるよ。俺がやるよ。なんだろ、俺がやらせろ。俺のパンだよ。静かに、レキ、あなたがやって。どうしたの、ケリー？なんでもないよ。それじゃ俺は行くよ。しまった！ダメだ！ケリー！助けて！バジー、どうしよう。ちょっと待って、こういう時はレスキューチームを呼びましょう。引っ張り上げるから、テリーの様子を見ててあげて。了解。始めよう、ロイ。ああ助けて。大丈夫よ、テリー、すぐに助けるわ。テリー、引っ張るからゆっくりタイヤを動かせるかい？やってみる。よし、それじゃあ行くぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、頑張って、少しずつ上がってるわ。何かに引っかかってる。ポリン、地面に引っかかってるわ。じゃあ僕が後ろからテリーを押すことにする。了解。アンバ、こっちは頼んだぞ。了解。みんな準備はいい？あ、いいぞ。よし。もうこれ以上踏ん張れないよ。テリー、もう少し頑張って。もう無理だよ。コンテナが落っこちちゃいそうなんだ。ポリー、早くどいて。このままじゃ君も海に落ちちゃうよ。僕は大丈夫。心配しないで。テリー、もう少し頑張ってくれ。ごめん、もうこれ以上は無理だよ。ポリー、みんな。僕来るの遅すぎた。いや、いいところに来た。本当、修理したばっかりでパワー満タン。すごいところ見せてあげる。頑張ったね、テリー。
シーがいないな。じゃあ今日も2番目のところで。よし。が広場から出ないように見てて。僕はロイと一緒にクリニーを止めてみる。了解。ロイ、右側を頼むね。僕は左側に。ああ、了解。オッケー。こっちも。今のクリニーはすごいパワーだから、僕らには止められないよ。それなら何とかしてそのパワーを全部使うしか方法がないわね。パワーを全部使う方法か。あ、トレーニングトラックまで連れて行こう。あそこなら安全にパワーを全部使えるよ。それはいい考えだね。だけどクリニーをどうやって連れて行く？僕に任せて。すごくいいアイデアを思いついたんだ。道を開けてみんな。わっ、ロイ、スピードを上げて。クリニーに絶対追いつかれちゃダメだ。了解。で、どこだったっけ？一番おいしいものなんだけど。
おお。バナナは食べ物で一番おいしいのよ。そうだ、一番おいしいのはバナナ。バナナ通りに行くぞ。まだ誰も来てないのか。ニュフフ。よっしゃ。よし。まったくマックスは仕事が終わったのにどうしてまだ来ないんだ。絶対にまた約束を忘れたんですよ。きっとそうです。うっかり寝ちゃったみたいだ。どうして誰も来ないの？あ、あれはなんだ？あ、火事じゃないか！火事だ！火事だ！火事だ！このままじゃ森が全部燃えちゃう！どうしよう、どうしたらいいだろう。そうだ、レスキューチームに連絡だ。あ、もうガレージの鍵はどこへ行っちゃったの。エリー、どうやって覚えたらいいか教えてよ。つまらないんでしょ。今度マックスに聞いてみたら。マックスに？うんうん、昨日ね、マックスがすぐ忘れちゃうって困ってたから僕が方法を教えてあげたんだ。いいわ、今度マックスに聞いてみるから。あ、ん？こちらレスキューチームです。チーム、大変だ、森が火事になっちゃったんだ。なんだって？どこの森で火事が起きてるのか教えてくれる？ああ、それがよくわからない。ブルームズタウンの森を全部探すことはできないわ。よく思い出して。 だけど、何も思い出せないよ。マックス、途中で何か特別なことはなかった？途中でバナナを食べてるアニーに会ったんだ。アニーはバナナが一番おいしいって言ってた。あ、ここはバナナ通りだ、全部思い出したよ。バナナ通りならフクロウの森だわ。いいぞマックス、ちょっと待ってて、すぐに出動するからね。アンバーと僕が周りの小さな火を消すから、ミは大きな火を消してくれ。了解。てや。このままじゃ森が全部燃えてしまう。離れて、僕に任せて。てあっ、